今回はイカのような見た目のちくわを使った手軽に作れる中華炒めの作り方を紹介します。ちくわは加工されているため簡単に料理に使えて、しかも安いというありがたい食材です。原料は魚なので、タンパク質やカルシウムなどの栄養もしっかりと取れます。そんなちくわをイカのように切り込みを入れてカットして調理することで、ちょっと高級な雰囲気の中華料理になります。それでは作っていきましょう。まずはちくわ1袋5本入りをカットしていきます。縦に半分にカットします。切れ込みを 4,5 本入れます。このように半分くらいの深さまで切れ込みを入れます。斜めから包丁を入れ、そぎ切りして切れ込みを入れ、3、4回切ったら切り離します。こんな感じで縦と斜めに切れ込みを入れます。材料はちくわ5本を格子状に切ったもの。レンコン4枚、ブロッコリー6個、人参かざ切り切り3枚、きくらげ5個、生姜角切りスライス 3g、ネギ4切れです。合わせ調味料を作ります。塩を 2g、胡椒少量、紹興酒小さじ1、鶏ガラスープまたは元を溶いたものを大さじ3入れます。簡単にするために水溶き片栗粉大さじ2分の1と香り付けのごま油少量も入れておきます。鍋にお湯を沸かし、ちくわを軽く湯通しします。ちくわは塩分量が多いため、茹でることで少し塩抜きができます。面倒ならそのまま炒めてしまっても問題ないです。30秒ぐらい入れたら引き上げます。このお湯で野菜も茹でます。塩をスプーン1杯入れます。サラダ油を少量入れます。ブロッコリーから入れていきます。レンコンと人参は一度下茹でしてあったものを使っていますので、後から入れます。生の場合は時間をかけて茹でる必要があります。ブロッコリーがだいたい火が通ってきたら、レンコンと人参も入れて軽く茹でます。キクラゲも入れて茹でます。ネギと生姜は茹でません。野菜切りだったら取り出し、ざるで湯切りしておきます。ちくわも一緒にしておきます。
鍋に小さじ1の油を入れ、生姜とネギを炒めます。弱火でじっくりと香りを引き出すようにして炒めます。いい香りがしてきたら材料を全部入れます。合わせ調味料をしっかりと混ぜてから材料に絡ませるようにして炒め合わせます。皿に盛り付けます。これでちくわの中華炒めの完成です。味付けはシンプルですが、ちくわの旨味がタレに絡み、全体を美味しくまとめてくれています。ちくわですが、こうして切ればイカのように見えなくもないです。詳しいレシピはブログにも書いていますので、そちらを確認してください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。